それスノーマンにやらせてください。TBS 系、8月4日放送回では、人気企画、それスノーマンだとおいくらですか?を放送する。同企画は、スノーマンの名前を最大限に使い、アイドルのまま、話題の職業に就いたらいくらで雇ってもらえるのか。今のスノーマンのリアルな価値が暴かれる禁断の査定クイズ。今回はゲストの高野花光司と、スノーマンから深沢達也が参戦する。高野花は、不撓不屈の精神で上の、アメ横での叩き売りに挑む。四股、鉄砲パフォーマンス、あの CM ソングの替え歌など、あらゆる策を使ってマグロを売りまくる。一方、深沢は、接客が命の食料、福岡県、北九州市で駅弁の立ち売りに挑戦。福岡の人気駅弁、柏飯を駅のホームで実際に立ち売りする。深沢ならではの親しみやすさを武器に順調に売り上げを伸ばすかと思いきや、まさかの人見知りを発揮し、さらにあるピンチに襲われる。深沢は市長直伝の柏飯応援歌の披露し、目標達成を目指す。スタジオでは、給料の査定額がいくらになるのかをクイズで出題。番組初参り戦の高野花もスノーマンと共にクイズに挑戦する。今回も、最下位には罰ゲームを用意。さらにスタジオでは、高野花と共にスノーマンが四股踏みにも挑戦する。